はいどうもこんにちは山本竜星と申します。えー、それではスティーブ・ジョブズさんを占っていきたいなと思います。占う方法は私が作った占いのシステム。まあ今この画面に表示されているものですね。えー、鑑定プログラムと呼んでいるんですけども、それでやっていきます。えー、ちなみに今この動画をご覧のあなたも、えー、この動画と同じように占うことができます。えー、動画の概要欄にリンクがありますので、そちらからご利用ください。それでは行きましょう。 これが、まあ、スティーブ・ジョブズさんを表す要素なんですけども皆さんが使う、まあ、プログラム上にはこちら表示されません。あまあ、でもこの動画の、ね、撮影用にこれ私が、まあ、ただ表示させてるだけなんですけども、まあ、自分用って書いてるけど、はいえーっとまあ、これがジョブズさんの要素で、まあすうん、<laughs> ちょっと、うん、まあまあいいや<笑><笑>そうですね肋骨に出てますね、はいえー、っとこういう感じでまあ自分の人生の流れとか1年ごとを表す簡単年表とかね、うん、ラッキーカラーとか まあ危険な年とかまあちょっと危険な年見ようかなこれちなみに皆さんがあのー、プログラム使う時はまずここを見てほしいんですよここ危険な年なんでかっていうとここねめちゃくちゃ当たるんですよねあのー、まあジョブズさんも亡くなられてらっしゃるんでこれはもうえっ、ー、と何だろ過去はここ表示させないようにしてるんですけどうんまあ悪い年、うんまあ、良くない年月は12月1月これはスティーブ・ジョブズさんの場合に、ね、で あのー、この時期っていうのはあのー、新しいことを始めるとうまくいかないって言われてるんですね特に結婚とか絶対ダメだめなんですよねあのー、なんだろうな例えば芸芸能人でいうとアンジャッシュの渡部さんとかで、ね、もろこういうなんだろうなああいうスキャンダルがあった時期がこの言うとここに残したよくない年だったりとかねあのー、あと誰だろう ユーチューバーで言うと渡辺真帆人さんという方だとかだそう、そうだったかな。結構ね、いろんな人が結構ここの時期で、あのー、だったりしますね。あのー、芸能人のスキャンダルのあるあな、な、なってるような人とかね。はい。もうここはもう本当に皆さん必ず見てほしいところですね。あんまり新しいことを始めちゃダメな時期です。はい。で、ここが、あのー、悩んだり病気発症しやすかったりとかですね。あと、ここ、事故。 怪我ですね手術とか体調面この辺崩しやすい時期ここですはいでここはまあ,あの結婚してる方だったらあのなんだろう離婚しやすい時期とかねはい人間関係もめ事ですはいでまあわ悪い年ですねはいで晩年良くない年ですねはいということでじゃあちょっと事前にまとめたのを表示させたいなと思いますはいまあ車中度と言います ジョブズさんはねで車中洞っていうのはもう考え方が先を言っているあのー、で気分次第でちょっとずつ盲信し,して失敗で傲慢な態度で揉めたりする明るくさっぱりしているがまあ感性が鋭く繊細で車中洞はまあ富樫義弘さん「あのハンターハンター」とか「悠々白書」のまああの作者の方ですねが車中洞というで車中洞っていうのはまあこういったあのー、特徴があるというふうにまあ言われています。でですね えー、当職と呼ばれる要素も、えー、スティーブ・ジョブズさんは持っているんですね。でこれは私も持ってますね。あと,、うんまあ、あとでちょっと詳しくは説明しますけど、まあ、簡単に言うと、えー、服を壊すというふうに言われてる要素でこれねよく当たるんですよ。であのー、健康とかねあとなんだろう経済的に困窮したりとか、あのー、ただ、えー、天才と呼ばれてる人たちにも持ってる要素なんですよね。特殊な能力を持ってるで えーまあ、ちょっと話を進めていくとシャチュードとまし、あ、ょの組み合わせがスティーブ・ジョブズさんにはあってですねで、まあ、頭の回転が速くて、まあ、流行に敏感で秋っぽく長続きはあまりしにくいというかもう、ね、次々と、ね、こう先を進む感じの人だろうなというふうには、まあ、占っていて思います。あくまでもこれは占いの結果を言ってるだけですからね。でまし、あ、ょを持つ有名人はウォーレン・バフェットさんとか志村健さんとかあと誰だったグーグルのラリー・ペイジーさんとかもそうだったと思う確か確かそうだったな。<laughs> 占占ったらね、でいわゆる天才と言われたりするような人たちに、まあ、よく見られる要素なんですよね。で、えー、体調を崩しやすかったりとかですね、まあ、健康面で何ありってやったりですねだから私もだからもうちっちゃい頃から喘息であったりとかあとなんだろうアトピーとかねあの今でも本当に不眠症だったりとかねあのまあそれは20代かなあの皮膚弱かったりとかね健康面で結構何ありであったりとか。 あと経済的に困窮したりとかね、あのー、ただ独,独,独特の発想をしたりとかあの変わり者が多いとも言われますね、まああのー、頭のいい人が多かったりしますね分析力が高くてうんまあでまあちょっと進める、まあ、自分の好きなことを突き詰めて成功すると言われるのが、まあ、当職の,の当職持ちの人たちのまああのー、がこう開運というかね人生を切り開くアドバイスとしてはやっぱそこがそこなんですよね自分の好ききなことをとをにかくやっ突き詰めて いくっていうのが大事ですね、えー、でまあスティーブ・ジョブズさんは思考の要素がまあど真ん中にザンとあってですねで非常にアイディアマンとで知的好奇心が高くて分析能力が高い方だろうなというふうにまあ総合的に見て思いますはい、えー、じゃあちょっと中身を見ていきますうんまあ明るくてカリスマ性とか人気運がありますねはいエネルギッシュですね、うん、派手。うん ででももね繊細の要素もあるんですよねすごい思考の要素というか、うん、やっぱ頭いい人なんだろうなっていうのはもう全体パッと見て思いますねはいあのー、エネルギッシュであた明るくて、うん、サブカル寄りでオタクそうだから何て言うかいいんだろうサブカル寄りでオタクなんだけどエネルギッシュでバリバリ進む、うん、なんだろうカリスマ性があるというか人気運があってっていうね、うん、ストレートな方っていう感じですねはいうん オタクっぽさというかねここですね当職の予想ですねうんあのー、そうエキスパートとか専門家を目指すと道は開けるんですよね女性だと子供を授かりにくかったりとか、うん、若いうちはすごく苦労をする人が多いと思いますね当職の人はねうんはい孤独の暗示ですねジョブズさんはいでえー 人生の流れはこんんな感じでで中年期が弱いんですよね晩年からぐっと強くなっていくんだけど、はいうん、ちなみにラッキーカラーなんかあったりしますよジョブズさんの場合はこれ結構ねあのよくあるあの簡単な占いのラッキーカラーとかじゃなくて結構ガチなやつですあの本当に自分にとってパワーになる色なんですよね、うん、ジョブズさんの場合は赤とかオレンジとか自分を強める色なんですよ で自分を強めるってことはあのー、自分の体も強くなるからここですね気分を上げたり、えー、健康になったり元気になりたいときはこういう色を持つのものを持つといいっていいですねはいこういう,ふうに用途別であったりしますはいでこれがまあ一年ごと表した様子なんですけどもまあジョブズさんもちょっとすでに亡くなられていらっしゃるんで、えー、まあちょっと事前にまとめなのを表示させたいなと思います。 えー、人生の流れとしては晩年になってからよくなっていく流れだったんですよねさっきの人生の流れをちょっと見ていただきましたけどで、えー、1990年で一区切りなんですよ。ここで一旦区切ってで1991年からまた新たなスタートになってくるんですけどえー、とここはね皆さんも分かりますかねここ,ここでね区切りだったんですよ。でこ,こから えー、まだジョブズさんは新しいスタートに入っていくんですけどもこの1991年から2000年の10年の間はですね別れ創学び孤独創作転職を意味します、えー、人間関係でもめやすかったりですねしますねこの10年は。えー、うんそうここで、ね、揉めやすいんですよね。うん ちなみになんですけどここで2000じゃ1990年でジョ,ジョブズさんはまあ結婚してて1996年でアップル復帰なんですよね。えー、で2001年から2010年の10年間は停滞を意味します。不安定急死別れ不幸物事の停滞を意味する10年ですね。2003年に,2003年に水い臓がんと診断されます。 えー、2010年でもうここで終わりです。で、えー、2011年で新たなスタートというふうに出てるんですけども、えー、2011年10月5日でジョブズさんは亡くなられるということでもうここでもう区切りなんですだったんですね。はい、ということであのー、運気自体非常に弱かったんですよとってももうあのー、停止停止というかはい物事の停滞だったのでうん、はい、ちょっと残念でしたね。 とということで、スティーブ・ジョブズさんを占ってみました。